どうもー。はい、今回ですね、またブツが届きました。もう開けちゃったんですけど、ででん。はい、ユニバーくんの、まあユニバーくん2ぐらいの割合ですね、今回。ユニバーくん、あれこれユニバーくん、あれユニバーくん、あ、すげえすげえ、ありがとうございます。まあでもユニバーくん、これキャット食えんのかな。あ、人間が食べられるチョコレートでしたね、すいません。はい、いただきました、ありがとうございます。あとですね、僕が気になったのがこちらです。ディディン、ドラゴンボール、まさかのドラゴンボール、こんなのあるんですね。これなんか入れられますね、ありがとうございます。これなんか使えますね、ありがとうございます。あとは、こちらはですね、ドラゴンボール Z。 はい、これ何やろ、これはお菓子ですね。で、バッジがついてます。はい、で、あとはドラえもん、あざーす。からの、アサリのうまみ海鮮スンドゥーブー、レンジで簡単3分30秒、いただきました、ありがとうございます。生姜ですね、生姜。あとはなんか事件です、事件です、事件です、事件です。お母さんかみたいな、これちょっとお母さんかみたいな、お母様ですねこれ。これ早く、いや賞味期限切れてますね。ちょっと待って、今日15なんですけど、今日2月15なんですけど、こちら賞味期限がですね、はい、賞味期限が切れてます。じゃこちら今日食べますか、今日食べましょう。なかなか面白いですねこれね。まあ僕に賞味期限は、僕の賞味期限は動画が撮れなくなった時ですかね、大丈夫です。まあ僕は賞味期限とか気にしてないんで大丈夫ですよ。あとは、あ、ユニバーくんがたまたま取るから玉こんにゃく、ユニバーくんですね、たまたまを切除するので、もうユニバーくんたまたま大胆やこんにゃく、ユニバーくん大胆やん来たよ。あとはこちら、私の一杯行列のできる、こちらは賞味期限は2月21ですね。はい、いやこれはねちょっとね、ファンキーですね、これなかなか持ってますね。なかなか持ってる、僕でしか対応できないですね、これは僕でしかおそらく対応できないですね。賞味期限うるさい人だったら絶対無理でしょうね。僕は動画がうるさいですけど。ユニバーくん、たまたまいただいたよ。ユニバーくん、たまたま。たまたま。うん。たまたまいただいたよ。たまたま。お前はたまたまがなくなるんだぞ。たまたまなくなるんだよ。たまたま。たまたまこんにゃくつける、こんにゃく、こんにゃく、はい、ということでありがとうございました。ユニバーくん、ありがとうは、お前のたまたまはなくなるんだぞ。
はい、ということでたくさんあの食料いただきましてありがとうございます。はい、こちら食べさせていただきたいと思います。はい、ということで、あの猫研究所はですね、皆様の投稿によって成り立っておりません皆様のご支援ご多忙があるとユニバー君も喜ぶかなと。でも今回は、猫より僕の割合の方が、人間が食うものが多かったかなっていう。はい、その猫チョコレート、猫チョコレートですね。ありがとうございます。はい、ユニバー君頑張ってね。カモー。どうもどうも。はい、ありがとうございました。あ、ユニバー君願いを叶えられるかもしれない。ユニバー君今ちょっと思いつきました。ユニバー君願いが叶うかもしれないよ、もしかしたら君の四神中じゃないですか。ユニバー君、ユニバー君、はい、どうもー、願いが叶うかもしれないね。どうもー、まあ、使い方はこうではないですね。これ何使おうかな、はい、まあちょっと使い方を考えたいと思います。はい、ということで猫研究所これからも頑張ってまいりたいと思います。皆様のですね、まあどんどんそのユニバー君のなんかいっぱい増えるんですけど、はい、まあ動画コンテンツですね、あの結構ユニバーファンの方が多いので、いやちょぼやいていいですか。大変ですよ、大変あのね、ずっとやっぱ24時間あの動画を回すことはできないんであれですけど、その裏ではね、裏では結構大変なんですよ今日も朝ね5時半か6時ぐらいに起こされるし、で起こされてご飯あげたら自分寝てるし俺眠いしみたいな、仕事しようと思ったら叫び出すし、まあ今はちょっと安静されてますけど、はい、ユニバー君、ユニバー君、ユニバー君臭いね息が、俺と一緒だね。よいしょ、どうもよれるねアップに耐えられる猫ですね、アップに耐えられる猫でございますね。はい、ではこれからも仕事頑張ります。いつもありがとうございました。